みんな、助けてー。もうわけわかんない。せっかちゃん、今だけ助けてー。その後帰っていいからー。マリサのキノコ野郎、マリサのネクラ、マリサの幻想郷田舎すぎー。ピエン。お前ら、いい加減落ち着け。っていうか黄色いの、お前誰だ。そういえばそうだね。どうしたの、迷子、大変だね。よくお前が言えたな。うん、初めてこの森に入ったんだけど、道がわからなくて。安心しなさい、私なんかもう何度もこの森に入ったけど、未だに迷子よ。それで何を安心しろと。じゃああなたたちも。まあな、そういや、お前、どこかで会ったか。そう、いたことないと思うんだけどな。なに、カナネ君、早速口説いてるの、私というものがいながら。ええよ、ただ気になっただけだろ。ほら、やっぱり気になって声かけたんじゃん。カナネ君の浮気者。後ろうるさいわね、置いていこうかしら。道がわからないなら私たちと一緒についてきなよ。私たちはこの森に住んでいる人のところに行こうとしてたから。そうね、それがいいわ。ここで迷うと2時間以上出れなくなるから。それは嫌だな。なら来いよ、名前は。私はトラスケ、トラって呼んで。じゃあトラ、よろしく頼む。トラちゃんってすっごく話しやすいよね。なんか一緒にいて楽しい。それに年も17って大川と同じ年だしな。ってことは学校に行ってるんだな。うん、東京の新生女学院っていう女子校に通ってるよ。お姉ちゃんと私の妹と一緒だ。へえ、大川ちゃん姉妹いるんだ。名前は。お姉ちゃんが引き月下で、妹が引きろ下だよ。先生と会長の月下様。月下様。まさかこんなところで月下様の妹さんに会えるとは思わなかった。あの月下さんが様呼びって、どうなってんだその学校。あの毎回毎回幻想郷に来るたびに寄り道感覚で人を驚かしてくるあの月下が。それにロカちゃんとも私すごく仲がいいから会えてとても嬉しいよ。そうなんだ、二人の知り合いなら話が早くて助かるよ。でもなんでこんな幻想郷で暮らしてるの。私は月下お姉ちゃんやロカちゃんみたいに頭良くないから。今は巫女としての修行ということでここにいるって感じかな。そうなんだ、私も魔女修行をしてるんだけど大変で。へえ、あなた魔法使いなの。なら今から会うマリサとは気が合うかもしれないわね。マリサも魔法使いだから。そうなんだ、そういえばこの幻想郷って魔女とかいるの。ええ、熟練度でダントツなのは七葉魔法を使うパチュリーかしらね。パチュリー、あの伝説の七葉の大魔女、パチュリー、ノーレッジ様ですか。知ってるの。私の憧れの魔女です。まさか幻想郷にいたなんて。ぜひ会いたいなー。だったら会いに行く。ゼニリアに聞いたらきっと会えるわ。じゃあ、まずはさっさとマリサを見つけてコウマ館に案内してもらおうぜ。なんだお前ら揃ってこんな変なところに。お前らなんでこんな魔法の森の隅っこになんかにいるんだ。あんたの家に行こうとしたら迷ったのよ。家も楽だし。近づいてると思ったんだけどなー。まさか魔楽だったとは、今回はなかなか運が悪かったみたいだな。で、そこの猫っ子は誰だ。私は七葉の魔女、タラスケです。系統はパチュリーと一緒だけど、あんたと同じ魔法使いよ。へえ、こんな若い魔法使いがまだいたなんて驚きなんだぜ。私は魔法使い、霧雨マリサだ。主に光と熱属性の魔法を使う、流派は知らん、よろしくな。適当だね、マリサもなんか考えたら、七葉の魔女とかかっこいいじゃん、二つ目みたいで。なら、弾幕の魔女、とかどうだ。センスないわね、あんたは、キノコの魔女、で十分よ。もはや魔女関係ないだろ。それにちょうどいいわ、ちょっとコウマ館まで案内しなさいよ。バラはあのパチュリーに会いたいらしいから連れて行って会わせてあげたいのよ。まあ、あいつは部屋から出たがらないからな、行くしかないか。本当にいいの？やった。それじゃあ行くぞ。メイリン、ちょっとパチュリーに用があるから通してほしいんだけど。あ、霊夢さんに。結構いますね。とりあえずいいですよ、最近は気温もいいですし、ぜひパチュリー様を外に出していただけたら。それはいつでもやってやるんだぜ。マリサはまず不法侵入をやめなさい。まだやってるのか。パチュリーの部屋本がいっぱいあるから暇つぶしにはもってこいなんだよ。そういえばメイリン、今日は機嫌が良かったな。この時期だからな、浮かれてんだろうな。まあ、こう長い間平和が続いてたらそうなるか。ほら、二人とも、さっさと行くわよ。それでこんなに大勢で、何しに来たの。パチュリー、またここらの本借りるぜー。勝手に持っていかないでよ、そこ私が読もうと思ってた本もあるんだから。うわぁ、この人が憧れの大魔女、パチュリー様。それで何の用。はじめまして。私、七葉の魔女、正式にはまだ見習いですが、魔女をやっていて。あんたがその尊敬している魔女だったから会いに来たってこと。なるほどね、ちなみにあなたは何を司る魔女なの。金曜です。なるほどね、私と同系統の魔女なら、私の名前を知ってて当然か。曜日系統の魔術本は私が全部書いたものだし。はい、まだ金曜関係だけですが全部読みました。
本当に素晴らしくて、私ももっと大魔女パチュリー様のような魔女になりたいと。ちょっと、霊夢、大花、かなめ。どうしたの、パチュリー。何この子、すごくいい子ね。ねえ、なんなら私の弟子になる。自分気に入ってんじゃねえか。ここまで自分の分野で尊敬されたことないからね。正直私、パチェの書物全く意味わからないし。あられミリア、あんたがここに来るなんて珍しいわね。近くを通ったら大人数の話し声が聞こえたからね。でもそうだな、もし本当に大魔女を目指すならこっちで見てもらうのもいいかもな。うん、他にも仲間がいるからみんなにも後で聞いてみるね。パチェと仲良くなってくれるなら私は拒むことはないわ。あ、それ、私が探してたものだ。これ、なんか今朝、庭に落ちてたのよ。あなたの探し物ならあげるわ、いらないし。ありがとうございます、よかったー。そういえば何の宝石なの？言わない方がいいか。私の秘書がなくしたものだったんだよ、それを探しててね。よかったじゃん、これで目的達成ってわけだ。うん、最初森で迷った時はどうなるかと思ったけど、思った以上に早く見つかってよかったよ。パチュリー様にも会えたし、幻想郷に来てよかったー。せっかく来たんだからゆっくりしていきなさい。パチェが歓迎するなら私も歓迎するわ。霊夢もマリサもあっちで楽しんでるし、時間があるならいいんじゃない。どうせまだみんなそう簡単に見つかってないと思うし、いいか。それじゃあお言葉に甘えて。今日は本当にありがとうね。うん、また用事が終わったら遊びに来てね。うん、みんなにはたくさんお世話になったしね、絶対来るよ。その時はドラの主要仲間も。だな。うん、またみんなに紹介するね。それじゃあね。次はいつ会えるかな。ドラも本気ならすぐに来るさ、そんなに長い話じゃないさ。はあ、すごくいい体験だったな。封印石も見つかったし、終わったらパチュリー様の元でしよう。キルケ様は最近全然教えてくれなかったし頃合いかもね。早速セイレン船に向かわないと。いやー、あの子本当いい子だったわねー。私の話をあそこまで興味深く聞いてくれる子なんて本当久しぶりだったわ。あれ、大花たちは帰ったのか。あ、そういえばあんたたちがいたわね。で、ちょっと、霊夢、人の机の上で寝ないで。マリサもどうせいるならお茶でもどう。昨夜に紅茶出してもらうけど。ああ、悪い、今いいところだからまた後でな。ああ、これがいつも通りね。あの子、本気で出てくれないかなー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。